こんにちは。京都女性漢方相談の松宮局管理薬剤師梅垣真由美です。女性のための優しい漢方薬教室シリーズ14です。本日のテーマは、花粉症や慢性副鼻腔炎などの鼻水、鼻づまり、鼻の病気についてのお話です。春は花粉症の季節です。この時期は鼻水、くしゃみ、鼻づまりなどの鼻の症状に悩まされる時期です。この花粉症の時期に合併して起こりやすいのが慢性副鼻腔炎という鼻の病気です。慢性副鼻腔炎になると1年を通して鼻水、鼻づまりなどの症状が数週間から数ヶ月も続くことがあります。鼻の役割は外気を吸い込んだ時に体内や汚れた空気を取り込まないようにフィルターのような働きをしたり、鼻の粘膜に適度な潤いを保ちながら体内に新鮮な空気を送り込んだり、またいろいろな匂いを嗅ぎ分けるなど、とても重要な役割をしています。動物実験でも報告がありますが、栄養を摂りすぎるとアレルギー体質になりやすいと言われています。飽食の時代にある現在、アレルギー症状は増える一方です。鼻の病気を少しでも楽にするためにも、食事は腹8分目を心がけましょう。食べ過ぎや栄養の摂りすぎがアレルギー症状を悪化させているかもしれません。本日はこれで終わります。この続きにまた食養生の話で、積極的に摂ると良い食品や控えた方がいい食品などのお話もしていきます。ぜひお楽しみにしてください。松宮局のチャンネルでは、とっても簡単、わかりやすい漢方薬のお話や、お役に立つ健康情報などをお伝えしていきます。よかったら、いいねボタン、チャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。動画右下の逆三角形のボタンを押してください。松宮局のホームページのリンクを貼っています。また、今日のお話も、松宮局の松見健康だよりというブログに載せています。ぜひご覧ください。ご相談、お問い合わせも、ホームページの方からもしていただけます。どうもありがとうございました。